チャリーレディオ。さあ皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。私神奈川在住ツリークライマー CEO こと私チャブリンでございます。まあ CEO といってもただの個人事業主なんですけれども、ということで皆様、お元気でしょうかということでね、今日はね、暑くなかったんですけどもね、今日はちょっとね、友人で、仕事の仲間でもあるですね、まあツリーカットマンというね、友人が、仲間がいるんですけども、そのツリーカットマンっていうね、ものにですね、今日実はですね、チェーンソーパンツというものをですね、借りまして、チェーンソーパンツをね、借りたんですよ。僕がね、使ってたチェーンソーパンツって、今までスチールの座布団って言ってるんですけど、座布団を足に巻いてるみたいな、分厚さで、本当にもうすんごい座布団、本当に。座布団もしくは羽毛布団、もうすんごいもう分厚いのよ。で、それがもうやばいってなって、なんせこのね、猛暑のこの暑い中にですね、座布団巻いて木登ってるやついるみたいな感じになって、で、もうやばいよねって言いながらも、まあ履いてたんですよ、座布団をね。もうチャック全開とかにして、もうベルトだけでこう腰締めてね、ちょっとまああれですけど、まあそのコンビニとかね、こうね、なんていうの、世間様とこう対面するときは締めますけど、木に登ってるときとかはもう全開にして、もうね、チャック全開でも、すべてのチャック全開でもね、やっててもね、熱っつってもね、動きづらさマックスだし、やばいね、これ。何これ、座布団マジやばいっつって。本当に、山田くん一枚持ってってくださいっつってね、言いたいところなんですけどもね。っていう話をしてたら、貸してくれるということでですね、ツリーカットマンっていうね、知り合いがいるんですけども、ツリーカットマンが貸してくれるっていうことで、借りたんですよ。なんか夏用なのかな、夏用のチェーンソーパンツって言って貸してくれて、そしたらですね、それを今日ね試しに履いたらですね、まあ今日の気温があんまり暑くなかったからかもしれないんですけれども、もう全然違うわ。もうね、全然違うよ、本当に。もう諦めないでって感じ。すごいですよ。座布団だったらまずね、膝の高さがね、腰まで上がらなかったものが、この借りたね、チェーンソーパンツだとね、腰まで全然足上げできるんですよ、もも上げ。ヒュッて。まあ、それでまずストレッチ機能がびっくりしたし、なんでみんな、こう、なんつうの、連日チェーンソーパンツで作業できんのかなってこう、思ってたんですよ、僕。なんでなのかなって、みんな汗かいてるけど、なんでそんな座布団なんか嫌な感じじゃないんだろうなと思って、本当にね、あれなんですよ。子供の頃ね、お兄ちゃんとかとこう遊んでて、布団にぐる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 とかで巻き寿司とかってこうやって遊ぶじゃないですか。あれ僕めちゃめちゃ嫌いで、ぐる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 とかって、もう巻き寿司とかってとか、布団こうね、ぐるぐる巻かれて、もう身動き取れないのがもう超ストレスで、そう。もうすんごいストレスで、もういいってなったら覚えてるんですけど、それがね、足に巻きついてるぐらい座布団すごいんですよ、このスチールのパンツ。これやばいなと思って、まあ型がね、だいぶ古いんで、多分、3年前とかのやつなんで、まあ、仕方ないのかなとかいうふうに思うんですけど、もう座布団超やばいと思って、まあ、自分のもしかしたらサイズ感が合ってないのかもしれないんですけど、で、今日ね、借りたやつはね、確か 3L スンって言ってたかな ?3L スンって言ってた気がしますね。3L スンだったから、多分ね、動きやす、まあ、めちゃめちゃ動きやすくて、で、なんかやっぱ夏用なのかわかんないですけど、若干暑いんですけど、でも全然涼しいし、チャックとかもなんかいろんなところに開いてて、でピュッてこうね、開けると、こうさーってちょっと風が吹いてきてね、これいいなーとかって思いながら、僕も買いましょうかね、これね、同じやつ。でも本当にね、欲しいね、チェーンソーパンツはね、アーボテックの水色とか、薄紫とか黒とかがこう入っているようなカラフルなね、やつがね、ちょっと僕欲しいんですけど、あれ輸入すると結構高そうで、どうしようかなとかっていうふうには思ってるんですけどね。もうチェーンソーパンツって高いじゃないですか。そう、もうね、なんかそういう、なんていうの、もう、ニッチなものって高いですよね。本当にツリークライミングの道具にしてもそうだし、本当に需要と供給の需要が少ない。そして供給も特に少ないやつ。もう少ない同士のやつってもう高くするしかないじゃないですか。
だからまあそれはね、まあ仕方ないなというふうには思うんですけども、まあもっとね、これからまあ、少子高齢化でこうね、現場仕事がもしかしたら増えてくるかもしれないんで、まあだいぶはしゃぎましたけど、今の話は。そうなってきた時に、チェーンソーパンツとかの需要も高まってきて、いろんな企業が、チェーンソーパンツって需要あるんだね、とかって言ってね、もしかしたらこう出してくるかもしれないし、そうなってきた時にね、安くなるのかな、とかってふうに思うんですけどね、チェーンソーパンツ4、5万するじゃないですか、普通に買うと。もうねやばいっすよね。最近だからまあなんつうの道具いろいろね買い揃えたりとかさせてもらったりとかしてお仕事でね呼んでいただいた給料だったりとかお給料とかそういうマージンじゃねえわなんだっけロイヤリティとかいろいろこういただいた中でねやりくりさせてもらってるんですけどもね、それがもうねなんつうのもうどこまで買い揃えればいいんだろうって終わりがないですけどね。どこまでやればいいんだろうっていうぐらいね、まあ、先行投資ですよね。道具を買うっていうのは先行投資だから、絶対必要なものだから、それは仕方ないんだけれども、いやーとかって思いながらもうね、チェーンソーパンツもついに来たかと思って、いや、座布団を巻いてね、作業をする効率の悪さより、やっぱりね、もしかしたらね、4、5万ぐらい払って、ちょっとちゃんとしたストレッチ機能ついてたりとか、夏だったら涼しいとかっていうような、チェーンソーパーツを買った方がいいかもしれない。本当にもう全然違う、びっくりしたもん。全然違うくて動きやすーっつって、すごいこれ何これって思いました。だからね、まあ、一概にもねチェーンソーパンツ1個でね何言ってんだよお前っていう風に言われるかもしれないですけどね、本当にねこのスチールの座布団本当に履いてみてください。本当になんつったらいいんだろうな、冬あるでしょ、冬、真冬、2月とか1月の末とか、そういうね、キンキンに寒い時とかね、これ1個履くと、ちょうどいいぐらいの分厚さなんですよ。それぐらい分厚いやつですね。だから冬用なのか分かんないんですけど、だからね、これはね、冬に履くべきだね。冬の伐採の時とかはちょうどいいかもしれない。そんな感じはしますね。はい。いや、でもね、冬でもね、今日ね、借りたチェーンソーパンツの方がいいかもしれない、なんか。作業効率のこと考えて、やっぱこっちの方がいいかな。まあでも座布団は座布団で、なんかこう、木に、まあ、間違ってぶつかった時とか、なんかこう、膝とかね、なんか、こう、なんか、なんつうの、幹、こう、持ち上げる時とかに、こう、膝に置く時とかは、全く痛くないから、それはいいんだけど、そう、本当にね、びっくりしましたね。こういうものが世の中にあるんだって思いましたよ。多分ね、もっといいやつが多分ね、きっとあるんだと思います。それをやっぱ使うことによってね、作業がね、1.5 倍ぐらいわかるんじゃないかなっていうぐらいびっくりしました。重さも全然違うしね。まず軽いし。座布団はほんとね、吸えば吸うほど汗、吸えば吸うほど重くなるし、全然伸びなくなってくるし、もうギュムギュムだし、もうすんごい大変。そう。本当に。だからね、皆さんもね、チェーンソーパンツとかね、高い買い物ね、皆さんされてるかと思うんですけれども、まあな、ちょっとね、しっかりまあ履いてみたりとかしてですね、使い勝手はいいやつをね、本当に買った方がいいと思いますよ。僕はもうまあね、なんつうんだろう、会社のその仕事の流れでこうね、わけもわからず、多分買ったのかな、わかん、まあ、買った時はね、普通に買ったんですけど、その場に僕もいたんですけどね。そう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 、なんかね、それでまあ、もう穴も開いてるし、もう誰がこんなの履く、穴って股にね、股に穴が開いてるし、その誰がこんなの履くんだっていうのでね、そこはもうちょっと自分が持ってるんですけども、そうそうそう、そうなんですよねっていう感じでね、チェーンソーパンツってすごいねっていうふうに思いましたよ。本当に。さあ、ということでね、オープニング、トークもね、さることながらですね、まあそうだね、まあ、チェーンソーパンツぐらいの話でいいか。尺がね、だいたい10分ぐらいのラジオにしようかなと思って、ね、長すぎてもちょっとね、みんな聞かないでしょっていうので、ね、最近ね、視聴時間がだいたいね、4分ぐらいになってるんですよね。その前の半分ぐらいになってるんですよ。だからね、あんまり長く話してもあれだなと思って、まあおすすめのチェーンソーパンツあれば、ぜひ教えてください。僕が欲しいのは一応あれなんですけど、ね、インスタグラムとかでもよくあるね、ツリーテ、アーボテックの水色とか、紫と、薄紫とかが入ってある、カラフルな、継ぎはぎみたいな柄の、チェーンソーパンツ。あれが欲しいんですよ。あれ可愛いですよね。めちゃめちゃ可愛くて、あれ欲しいなとかと思ってるんですけど、まあ、そのね、仕事仲間のもう一人の、人がですね、ありましたよってこう、教えてくれたりとかしたんですけどね、まあ、高くて、
どうしようかなとかっていうふうに思ってね。で、あの、ハニーブラザーズだっけ？ハニーブラザーズみたいな、あの、あるでしょ？あそこのサイトで商品も買わしてもらったりとか、したんですけど、やっぱりなんつったのな、輸入するでしょ？輸入するときにやっぱ税金かかるんですよね。1万円ぐらい。そう。それで、なんか保証で、絶対、重量だったりとか、そういう、なんか、なんか忘れちゃったけど、とりあえず重量だったりとか、輸入の税金だったりとか、そういった時に、発生しても、絶対、通過できますよっていうので、1万円ぐらい払うっていう、なんか、プランがあって、で、それか、もう一個チェックするときに、輸入するときに、かかった分だけ、とりあえず、払いますよ、みたいな。だから、それは1万円超えてれば、まあ、損するっちゃ損するじゃないですか。だから僕はなんかその保険みたいなのがあって、要は輸入するにあたって、ちゃんとスムーズに行くような保険みたいなのがあって、それが1万円ぐらいするんですけど、ではそれ1万円するとかっていうふうに考えると、普通のチェーンソーパンツを例えば5万とかで買ったとしても、輸入とあと配送料とかで、まあ、1万5000円とか2万円ぐらい下手しいプラスになるんで、7、8万円ぐらいする買い物になっちゃうんですよね。海外から取り寄せると。そうなってくると、ちょっとなかなか、やばいよねっていう話になってくるんで、だったら、ね、まだもうちょっとこうね、自分のお仕事とかが軌道に乗ってから、買ってもいいのかな、座布団か、とかっていうふうに思うんですけどもね。まあ日本のね、いいブランドもたくさんあると思うんで、もしね、まあ僕も探してるんですけどもね、いいものがあれば教えていただけたらなというふうに思ってます。なんかお借りしたね、チェーンソーパンツにはね、なんか剣みたいな、なんか、漢字が書いてあるやつ。これなんてやつ？こうわかんないんで。剣みたいな漢字が書いてあるやつ。剣じゃないわ。木に山みたいな漢字が書いてますね。相馬って書いてますね。相馬。そう。それがね、めちゃめちゃ動きやすかったんで、まあ、もっとね、いいやつあるよとかで、ね、チャブにこんなん似合うんじゃないとかってあったらね、ぜひ教えてください。ということで、今回のラジオはここでございますと。ここまででございます。このラジオは、平日の月曜日から金曜日朝、6時から、この YouTube チャンネルでラジオ形式で放送しております。また、概要欄にあります Instagram ですね、ダイレクトメッセージでコメント相談何でもございます。どんどん送ってください。まあ、できるだけ練習毎日ね、やらせてもらってる環境に入れるときはやってるんですけどもね、そういったね、スローラインの練習とかそういったのをですね、Instagram の方では載せてたりとか、この YouTube のチャンネルのショートでは載せてたりとかするのでね、もしよろしければ、そちらの方もね見ていただいて、チャンネル登録、コメント、グッドボタンぜひよろしくお願いします。それではまた次のラジオでお会いしたいと思います。今回は12分ですね。ちょっと短めですけども、こんなもんかな。それではまた次のラジオでお会いしましょう。次の夢のレッツケロン、さよなら、バイビー。